テマリさん、それに木の葉の方々も。ガーラはどうなった？詳しい話はバキさんから説明があります。皆さん、ひとまず風影様の屋敷へ。おう！手まり、それに木の葉の救援部隊か。ガーラはどうなったんだってばよ。残念ながら依然暁に囚われたままだ。追跡部隊はもちろん放っているんだろう。情報によると、奴ら暁はガーラを連れ川の国か。そんじゃこんなとこでチンタラしてねえで、すぐに川の国に行くってばよ、カカシ先生。バキさん、我々はこれより風影奪還の任に入り、川の住まう。助かる。ナルト、サクラ、俺は今から木の葉に連絡を入れる。その間に二人はしっかり準備をしておくこと。了解。つい先ほどカカシから連絡があった。暁は風影を連れ川の国へと向かったとのことだ。そこでお前たちにもカカシ藩と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かい、カカシたちと合流。その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もう。よし、みんな、川の国に向けて出発だ。
ねえ、そろそろ休憩にしない？この程度で音を上げるのですか？まだまだ。なんですって？二人とも、話はそこまでだ。え？何か来る。これは。お久しぶりですね。お前は知っているんですか、ガイ先生。誰だ。おやおや、珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、すぐに思い出させてあげますが。こいつ、とんでもないチャクラの量だ。これが、暁。さて。水分身か。始めましょうか。みんな、二手に分かれて迎撃するぞ。ネジはテンテンと、リーは俺と組め。了解。行きますよ。まだまだいたぶってあげますよ。さすがにやるわね。ならばこちらも少々本気を出すとしよう。オッケー。吠えますね。あなたたちごときでは私には勝てませんよ。さて、それはどうかな。なるほど。どうやら侮りすぎていたようですね。まあいいでしょう。あなたたちとの遊びはここも。終わったわね。ああ、あとはリーたちだが。大丈夫かな、あの二人。ようやくあなたとの決着がつけられますね。お前のことをどこかで見たような気がしないでもないような。ダメだ、思い出せん。やれやれ、本当に困った方だ。では、この大刀サメ肌で
削り思い出してもらうことにしましょうか。この殺気、ただものではありませんね。気をつけろよ、リー。少しの油断が命取りになるぞ。押す。さあ、行きますよ。最後まで思い出せなかった。さらに。